大谷バケモン。2023年3月7日火曜日、しぎれもんネットラジオ、こよいしーなラジオでということで、こよいもんしーな扉へようこそ、しぎれもんでーす。さあ、今日は火曜日8時お送りしていきたいと思います。今日のオープニングトークですけども、ついに WBC で、侍ジャパンにね、大谷翔平選手がスタメン、昨日登場いたしましたけど、すごかったですよね。その話題について今日はオープニングトークとしてお話したいと思います。その後、しぎれもんの最新情報、しぎれもん何した？お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。マスク着用緩和まであと1週間と迫りましたけども、各企業がそれぞれの、ね、対応を発表しております。そして H3 ロケットが打ち上げ失敗というニュース、三浦瑠麗さんの旦那さん夫逮捕というニュースを今日は中心にお送りしていきたいと思います。フシスポのコーナー、こちらも大谷翔平選手の話題などお送りしたいと思います。トレンドレモンですけども、久々週間カラオケランキングということで、今歌われている人気のカラオケベスト10をお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。昨日 WBC の練習試合が行われましてですね、阪神タイガースとの試合で、大谷翔平選手は3番指名打者でついにねスタメン、何年ぶりですか、5年ぶりの日本球界復帰の打席ということで、まあ盛り上がりましたけども、まあまだ時差ボケとかあるみたいなので、一体どうなるかなって思ったら、まあ1打席目はまあね残念な結果になりましたけども、2打席目でいきなりホームランというね、何だったんですかね、1打席目はっていう感じはあるけど、いやすごいなと。しかもね、膝ついてホームランですから、ちょっとまあ体のバランスを崩してですね、それでも入るという、すごいパワーだなという。そして3打席目も詰まった当たりだったんだけども、これがまた入るというね、ホームラン、いやすごいね。1打席目が空振り三振、2打席目がホームラン、3打席目もホームランということで、まあすごいとしか言いようがないという、やっぱりパワーがもうなんていうのか、日本人のパワーじゃないよね。もうメジャーリーガーの、パワーというか、もともと日本人って、たくさんのメジャーリーガーを今まで生まれてきたわけなんだけども、どちらかといったら、イチロー選手みたいな安打をヒットを打つ選手、あるいは中距離打者ですね、松井さんとか、こっちで日本では長距離打者と言われていても、向こうに行くとやっぱり中距離砲になるんですよ。でも大谷選手の場合はもう別人で、イチローさんがなんか大谷選手が、メジャーリーグに行った時に、言ったら 本物の日本人のその言ったら長距離打者がついにやってきたっていう風になんか言ったとかいうことを聞いておりましてですね、それぐらいすごい方で、でもこの方ピッチャーなんですよねいやすごいなという、他何もないんですけども、二刀流で両方ともすごい成績を上げられる、特に打つ方はですね、もう世界的な長距離砲ホームランバッターでございますから、やはりこう日本でもね帰ってきたらもう全くレベルが違う、レベチっていう風に昨日ツイッターとかでも言われておりましたけども、軽々と日本人の投手だともう全然遅く感じるんでしょうねきっと、そんな感じがした昨日見たら、とはいえまだ練習試合でございますから、ようやくここから本番に入ってくるんだけど、でも実際日本の阪神タイガースってそれに仕上がってるチームで、阪神タイガースより強いその WBC のチームって言ったら、もうアメリカとか、あとね、キューバとか、あとちょっとぐらいしかないような感じがするから韓国も昨日試合やっていて、オリックスの2軍中心のメンバーに結構余裕で負けてた感じですから、そう考えるとやっぱりでも大谷選手が入る前まではちょっと大丈夫って打てないから、侍ジャパンが入ってきて吉田正尚
さんと2人入ったらもう全然違うチームになったね。っていうか大谷さんが3番に座るだけでもう全然違うチームになりましたけどね。この番組は新音楽レーベルの提供でお送りいたします。知りも何した。このコーナー最新の知りもニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のしれモーニングカフェ復活の時スタジオライブショートバージョンということで、しれも公式の方で朝9時配信しております。正午しねこにゃんずアワーということで、今日はしねこにゃんずの風景、世界一憎たらしい顔で昼寝する歌丸くんということでね本当に憎たらしい顔してますけど可愛いですよね。正午シネコニャンズデジタル、正午シネコニャンズ公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了はシネコニャンズデジタルハウスにて見逃し配信となります。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介ということで、今日は、703号室の化け物というね、すごいもうどっちがあの歌のタイトルだか分かんないんですけども、まあ、なかなか耳に残るナンバーでございます。6時半レモンジュリーステーション、今日はレモンジュリーニュース1830でございます。先ほど6時半しきレモンニュース和田健チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のしきレモンニュースということで、今年ももちろんやります。4月1日演奏会の告知となっております。8時このラジオ現在しきレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はしきテレビジョンにて配信、しきレモン公式では概要も同時に配信しております。10時から1年前のしきレモンコンテンツを再配信、プレイバックしきレモン、1年前のしきレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の今宵不思議なラジオでのプレイバックは不思議テレビにて、この後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のしきレモンスケジュールということで、今日は火曜日でございますので、朝からニャンズのねご飯大量購入の日ということで行ってきまして、帰ってきてドタバタと午前中からちょっと忙しくてですね、朝すぐ起きてしきレモンコンテンツ制作で作ってましたで、昼過ぎ2時頃からですねラジオ収録、その後3時過ぎ受領音声収録、そんな感じの今日も1日でございました。You are
2曲続けてお送りしました。1曲目はフシギレモンで英雄の歌、ライブイン大阪、そしてフシギレモンでロードランナーでした。フシギレモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェーンクのコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメを独自の視線であやこや言うコーナーでございます。昨日6日月曜日、3月6日月曜日お昼1時から本日3月7日火曜日お昼1時までのニュースとなります。こちら3月6日 TBS ニュース DIG よりマスク着用ルールの緩和まで1週間、美容室では3月13日以降もマスク着用を求める店も点々、各社はおおむね客の判断、従業員はマスク推奨ということで、まあ、もうあと1週間ですか、に迫って、まあ、13日ですよね。で、まずはコンビニは、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンは、入店時に求めていたマスク着用は客の判断に任せるという方針。ただ接客に関しては着用を推奨ということなんですよね。これでも推奨とか言いながら実際はしろっていうことでしょうね。ね、うん。で、高島屋、大丸松坂屋、マクドナルド、くら寿司も同じような対応。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンも全く同じような対応ということですね。で、航空各社も、基本的には、マスク着用には従業員に判断を委ねるということなんですよね。うん。まあ、ですから、まあ、推奨よりちょっと弱いのかな。うん。まあ、どっちでもいいけど、できたらつけてねっていうような感覚でしょうね、どうせね。多分、まあ、ざっくり言うと、やっぱり、その、店側の、スタッフは、もうちょっとつけてということを、案に、こう、企業側は求めてると思います。うん。でもつけろということはもう言えなくなると思うんですね、13日からは。うん。ただ美容室はちょっと違っていてですね、客に、まあ言ったらマスクの着用を求める、タヤグループということで、従業員もマスクを着用するということなんですよ。でもこれどうなんですかね、政府がそのように言ってるから、もちろん店ごとによって対応っていうのは変わって、それはその店のカラーですからね、うん、美容院だけに。ただやっぱりちょっと問題は出そうな感じはしますけどね。うん。で、世論ではまだまだ半数超ができるだけマスクをつけるという形で、まあただ夏だと思うんですよ。今年の夏で結構一気にもういいかってなる人が、まあ、続出出るするんじゃないかなとは思っているんですけどね。こちら3月7日読売新聞オンラインより H3 失敗、日本の宇宙開発戦略そのものが遅れる、文科省原因究明へ対策本部設置指示ということで、 H3 ロケット1号機が、7日午前10時37分ごろ鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。しかし残念ながら、第2エンジンの着火が確認されず、まあ、失敗に終わったということなんですけどね。うん。日本ってこういう分野って強いんですかね。
その辺はちょっとよくわからないんですけども、まあ、でもなんかちょっとやっぱり世界に比べて少しちょっと遅れを取ってるような雰囲気もありますよね。これから結局宇宙時代に入ってきますから、やっぱりどの世界の国もですね、そこをまず、自分たちが、まあ、特にアメリカなんかそうでしょうね、先に先手先手でこう、取りに行くというような、感じになって、まあ、そのある種宇宙のシェアを取った、まあ、国が今度はまた次の覇者になるようなところもございますからね。まあこういうところ日本はね、なんか、昔はなんかその、70年代とか80年代の日本だったら、まあ、特にバブル期の日本だったら、結構強そうな感じもするんだけど、なんかちょっと今ねちょっと弱いような雰囲気はしますよね。お送りしたのは不思議でもね、フライミーツーザムーンライブイン東京でした。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。サムライジャパンということで、まあもう散々今日オープニングにも言いましたけども、そこのサムライジャパンに、立ちはだかる最大のライバルといえばやはりアメリカということで、まあエンゼルスのね大谷さんの同僚でもありますトラウトを中心にもう銀河系軍団ということで、まあ、ここがね、まあ一つの関門というか、まあアメリカは2連覇、前回優勝ということなので、まあなんとかね、今回はでも日本いけそうな雰囲気するんですけどね、バランスというかそのチームとしてのまとまりもありますしね、で、ちなみに昨日の視聴率 20.2% ということでね、関東では 22.8%、関西では 27.8% の瞬間最高視聴率ということなんですけどもね、大谷さんが2本目のホームランを打った直後ということなんですけどね。 CM フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、
リアルライブ、節レモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シレモンニュースフラー、最後に一件だけ。三浦瑠麗氏夫逮捕、太陽光発電事業をめぐり業務上横領容疑、東京地検というね、今日の産経ニュースからなんですけども、これでなんか三浦瑠麗さん終了みたいな感じのね、ツイッターとか見られるんですけど、僕はこの人結構、なんていうのかな、ハートめちゃくちゃ強そうなんで、まあ夫としらーっとなんか離婚かなんかしてですね、ブーンとまた登場してきそうな雰囲気はしますけどね。レモンニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあやこや言うトレンドレモンのコーナーでございます。今日は週刊カラオケランキングということで、ダム、ね、カラオケのメーカーのサイトから、ベスト10、3月5日分お送りしたいと思います。10位から4位までずらりと。第10位カナリア、酔いどれ知らず。9位、ハニーワークスフューチャリングカピ、可愛くてごめん。8位、おすごいですね、高橋洋子、新世紀エヴァンゲリオン、残酷な天使のテーゼ。7位、ポルノグラフィティサウダージ。6位、バックナンバー水平線。5位がオフィシャルヒゲダンディズムサブタイトル。4位がアイミョンマリーゴールドとなっております。すごいですね、エヴァンゲリオン。まあ確かにこの歌上がりますもんね。あのヒゲダンはサブタイトルより、あのね、新しいホワイトノイズ、あれは歌いたくなりますよね。絶対1位になりますよね。うん、なんか上がるというか、そんな感じがします。ベスト3はエンディングに。
シゲレモンでメロディーライブイン大阪でした。トレンドレモンの続きです。今日は週刊カラオケランキングということでお送りしております。ベスト3第3位サウシードッグシンデレラボーイ、2位バウンディ怪獣の花歌、そして1位がユーリドライフラワーということでございます。まあ2位の怪獣の花歌は確かに歌いたくなりますよね。まあ上がるし、こう歌ってて気持ちのいいポップソングですからね。バウンディさんの曲はどの歌もこうカラオケ映えするというか、そんな感じはいたします。トレンドレモンでした。お送りしてきましたシギレモンネットラジオ、こよいシギナルラジオで明日水曜日です。同じく8時にお会いしましょう。シギレモンでした。全ては優しい。